はい、おはようございます。中島です。私はもうすぐ出発しますが、今日から、山形、新潟、富山、この東北折り返し、初の、昨日月山登りましたけど、あれはもうちょっと東海なんでちょっと横向いておいて、このツアーの中での一番多分過酷なところのパートが始まると思うんですね。で、今回のその山形の担当班長と新潟は私なんですけど、まあ多分どちらもこれヘビーなんですよね、おそらく。で、一番体力と気力と行動力が必要な私のところにそれが回ってきたんじゃないかなとちょっと思っております。というような気持ちで、私自身が今日の祈願投資と、あと、もう一つね、私の中でこうちょっと個人祈願っていうのが昨日あたりから出てきてまして、個人的に祈願を受けてる人がいて、その祈願を、同時にねやっちゃおうかなと思っております。パワースポットっていうのはそもそも、一つの願い事とか一つの浄化とか、なんかそれだけっていうことだけで、それしか限定してできひんっていうことじゃないんですよね。大きな意味でいろんな意味ですごくたくさんのことが同時にできるのが、パワースポットなんですよ。だから私は自分のエネルギー値だったりもそうなんですけど、あとこう人の分も、とか皆さんが願ってることが、そのままスライドでできるので、このやり方を、推奨してるんですね。で、私も大体せっかちなんですけど、もうこちょこちょやってるのも、もう邪悪さいって なる人とかは特に、今私がやっているパワースポットツアーだったりとか、祈願投資、これねいいと思うんですよ。あと東海おすすめします。ちょっと別段でね動画流そうかなと思ってたんですけど、東海部作ります。でクラブ活動です。普通に登山ではなく、例えば行のね、一環で登る山とかではなく、東海これを浸透させてやろうと昨日から思っております。で、私自身も参加できるところにはどんどん参加して、こんなにいいねんよ、結構これでいろんなこと変えられねんよっていうことをまた伝えていきたいなと思っています。ということで、なぜ今日こんなお話をしたかというと、今日の、一日一魔法はお月様からのメッセージはジュピターなんですね。ジュピターも木星なんですけど、これは大きな惑星なんですよね。で、今日に届いているメッセージの中に、先ほど前半お話ししたように、その今いる土地とか今その今いる場所とか、もうこういうものをすごく意識して今日は大事にしてほしいんですね。だから私はこの山形、新潟、富山っていうのを意識しようと思うんですね、ここ数ヶ月の間は。それを意識してて、自分がもしかしたらそこに別に住んだりとか、することはないかもしれないんですけど、そこに意識するっていうこと、今日いるその場所、例えば移動しようとしているその場所、こう計画を練っているその場所っていうのは、あなたにとってこれからの、大切な場所になる可能性があるんですね。そういうことを今日ちょっと物語ってる日だなと思います。そして色はピンクで、今日は意識していただきたい色はピンクと、あと繁栄の数字の8です。今日はですね、お金のことでも恋愛のことでもどんなことでも妄想でもいいです、こんなんなってるかもしれへんでもいいです、無限大にいろんなイメージを膨らませてみてください。ということで、そろそろ行ってまいります。また明日も、そうですね、明日どれぐらいの時間に話せるかな。もうね、ツアー出てるとね、もう時間がね、配信の時間がまちまちになりますけど、ちょっとそこはね、どうかご容赦ください。ということで、皆様、今日も一日お聞きとなりますように。
そして私は今から行ってまいります。